モロッコのユーロビジョンソングコンテストでは、モロッコにおけるユーロビジョンソングコンテストについて述べる。モロッコは1980年大会で初めて大会に参加し、それ以来大会には参加していない。1980年、モロッコの参加曲はサミーラ・ベンサードによるバイタコットキューブでアラビア語の楽曲であった。モロッコの放送曲ソシエテ・ナスヤナル。 デラジオ・リィフュージョン・イデ・テレビジョンは1980年大会で大会への初参加を果たし、ユーロビジョンで初のアフリカ及びアラブ諸国による大会参加となった。また、これは初めてのアラビア語の楽曲の参加でもあった。参加したのはモロッコの有名歌手であるサミーラ・ベンサードの楽曲バイタコット・キューブであった。 この楽曲はイタリアから7得点を得るのみに止まり、最下位のフィンランドに次ぐワースト2となった。大会での結果が思わしくなかったことから、SNRT は1981年大会からは参加を取りやめる可能性について言及し、それ以来大会には復帰していない。SNRT のライバルであるモロッコの別の放送局に MTV は、 欧州放送連合への参加意欲を表明している。2MTB は、モロッコやヨーロッパに居住するモロッコ人ディアスポラに対して自由でタブーへ踏み込む報道を行っており、同局が欧州放送連合に加盟することで、モロッコがユーロビジョンに参加する可能性が明ける。2MTB は欧州放送連合に加盟を申請しており、加盟が認められれば放送局は、 ユーロビジョンへの参加の是非を自ら決定する。モロッコが高得点を送った国々、モロッコに高得点を送った国々、出展。ありがとうございます。